角林邸、上野公園東入口の外にある仙壇橋。日本最大級の石けた橋で土木学会戦勝土木遺産に認定されている。上野公園は佐賀県佐賀市深園4丁目1番3号に位置する都市公園である。1846年に建てられた第10代佐賀、藩主、鍋島直政の別邸跡に設けられた公園である。 タフセ川の西にあり、園内には春に花見ができる桜並木、野生のトンボを観察できるトンボ池、鳥類やウサギなどを飼育している小動物園、カミノのお茶や格林屋などのほか、子供向けの遊園地がある。園内には江藤新平の銅像が設置されている。公園内には比較的小さな子供向けの紙の公園子供遊園地がある。ここでは、 ミニジェットコースターなど約9種類の遊戯施設が稼働しているほか、無料で遊べる遊具もあり、週末は多くの子供連れで賑わう。ミニチュアの SL 機関車が子供を乗せて園内を周回している。SL 機関車のコースを歩いて横切るための踏切が入場口付近に設置されているため、遮断機が降りている間は遊園地に出入りできない。かつては観覧車も設置されていたが、 2007年6月に老朽化のため撤去された。2018年4月28日、ミニジェットコースターが坂を登り切れず、地上から約5メートルの地点で停止。14人が消防レスキュー隊に救出される事故が発生した。佐賀市から委託を受けた株式会社ハウツが管理、運営を行っている。上野公園の西隣に1970年開園の 佐賀市交通公園がある。実際の道路を再現し、交差点や横断歩道、信号機などを設置しており、園内で14インチから24インチまでの自転車に乗ることができる。佐賀市の都市計画2015、上野公園でジェットコースター止まる乗客14人救助。佐賀新聞。2018年4月28日へ閲覧。ありがとうございます。